どういうこと？角ってなんだ？ハートいっぱいありがとうございます。うん、あ、そういうことね。どういうことかと思った。スイカありがとうございます。最近スイカ食べてないな。こんばんは。プチゲスト？なんだろう。ツーショットの登録出たんですか？今日？どうでしたか？こんばんは。スイカありがとうございます。こんばんは。スイカありがとうございます。今が視点を下から見ますね。昨日も見てました。ミーのご飯ハッシュタグで、それみんなパイン飲んでくれてて、そうそう、パインとアルフォート食べてくれてて嬉しかったです。桃を飲んでる人はねあんまりいなかったですね。で桃もね私もらったんですよ。ちょっとお母さんが桃飲んでて、私パイン飲んだので一応ちょっとだけもらったんですけど、桃も美味しかったです。うん、次飲む機会があったら桃飲みたいな。うん、虫に当たった前です。よかった。簡単料理教えてほしい。簡単料理、得意料理とかないんですよね。卵焼きかな。一人で重ねた足跡公演しとく。それは心の準備がいりますね。そして撮影の準備がいります。キウイにはまりそう。でもあれ多分セブンしかない説ですね。あれ以降探してるんですけど売ってないから、セブンにしかないのかな。こんばんは。こんばんは。ファイマにあった？そう、じゃあ私の行った店が売ってなかっただけか。静か家の袋の味だ代表、私卵焼きですね。なんか卵焼きは自分で作るよりもお母さんが作った方が美味しい。私は今日の夕食わからないです。料理当番があるわけじゃないけど、あの今日やってって言われたら、まあ、やりますね。全然あの何もなければ、はい、暇だったら全然やります。あの難しいのはできないですけどね。こんばんみー。甘い派です。砂糖入れる。
作り方は絶対に書いてもらわないと分かんないから書いてもらいますね。でもご飯作るの好きだしいいんですけど、火が通ってるかどうかの見分けがもう私分かんないんですよね。怖くて怖くて火がな通せてないんじゃないか。最近だと鮭のこうホイル焼きみたいなやつ作ったんですけど、鮭に火通ってんのかなっていう、あんま色変わらないから、まあ、通ってたんですけど、あとお肉とかね、この前作ったなピーマンの肉詰めとかちゃんと火通ってんのかよくわかんないから、ちょっと中見てあ大丈夫、卵焼き派かな。そうめん茹でてます、いいですね、夏ですね。分量とか時間はきっちり派、なるべくきっちりします。でもこの前料理してって言われてグラタンみたいなの作った時にだっけな、400ml 多分牛乳が必要だったんですけど、家にあった牛乳が250ぐらいしかなくて、そうそう、で同じ分量の水も入れるって書いてあって、あー足りないと思って、でも買いに行くのも大変だし面倒くさいから、250の牛乳と250の水入れて同じ分量ならいいかなと思って、それで作ったら普通に美味しかった。意外といけるかも。立ち寄ってみました、ありがとうございます。あれですよ、何やり方とかは書いてもらってるし、レシピがあるやつじゃないともちろんできないけど、出たよ、つのつのつの、こんばんは、ちょっと濃いグラタンだったかもしれない、もしかしたらね、牛乳少なめだったから。こんばんは、なんかキットみたいなやつの方が好きですね。全部もう入ってて、あとはもう沿って作るだけ。レアとかはあんまり好きじゃないか。こんばんは。あ、そういえば今日はアイスの T シャツ着てます。暑いですね、ちょっと暑すぎてちょっと今日は外出たんですけど、ちょっとだけ暑すぎてもう早く家に帰りたいってなりました。こんばんは、日傘をさしてます、ずっと正しい日傘を買おうと思ったけど、いっぱいファンの方にいただいたので買わずに、すいませんね、この夏ずっと冬ぐらいから買おうかなって考えてたけど、
こんばんは、はじめまして、はじめまして、試験さん、スイカありがとうございます。スタバのピンチお母さんに少しもらいました。うん、家にいましたよ、えらい。うん、金魚ちりありがとうございます。ミオタも日傘さしてないね、持ち歩いてるイメージはないかな。ミキちゃんとミクルンと私は結構外歩くとき持ち歩いてさしてますね。なんか寒い、寒くなってきちゃう。足が冷えたんですか。どんなゲームかはちょっとブログ待っててください。日焼け止めはねあんま塗らないね。なんかもうカーディガン着て日傘さしてればある程度焼けないから、最近はあんまり顔はいつも塗ってるんですけど、顔以外は全然ね塗らなくなった。なんかこう普通の何もう出かけれる世界だったら、多分旅行行ってまあ夢の国とか行ったらもう思いっきり塗るけど、そういうの行かない限りあんま塗らないかな。学校とかね行ってたら塗るけど、体育とかそれもないからね。まずライブ後配信はできないんですよ、同じ携帯、この携帯しかないんですよ、携帯が1台しかないので。こんばんは。いいですね、回らないお寿司。回らないお寿司私行ったことあるかな。若干回る高いお寿司は行ったことあるけど、 100% 回んないとこ行ったことないかも。あ、あるか、あら、ないかも。ちょっとは回ってる。こんばんは。私は縁側が好きです。でも回転寿司の縁側はちっちゃいので、もうちょっと大きくしていただけたら嬉しいなって思いますね。なんか本当に回んないとこ行ったことないかも、記憶の中では。こんばんは。 100% 回んないはない、ちょっと回るみたいな。回転寿司各店に行ってきます、お願いします。ちょっとね高いのかな縁側って。なんだろうな、こうマグロとかサーモンとかで、例えばちょっとでかいやつとかたまに出るじゃないですか、期間限定とか。縁側って絶対ずっとあのままなんだよね。
大人になったらね行けたらいいですね、回らないとこ。でも私お寿司屋さん行ってもなんか食べたいなって思うものが決まってて、前も言ったかもしれない、大体もう食べたい部類決まってるんです。そうそうそう、だからあと食べれない、なんだろう、食べれないっていうか、うーん、大人の味のするものがちょっとね苦手だったりするんですよね。ウニも食べれないし、近所の魚に大量に縁が売っています。魚屋さんに縁が、あんま見たことないな。私の一面はもう縁側、ネギトロ、サーモン、エビ、アボカド、ここはもう定番。こっからあんま動かないですね。たまにトロサーモンに行ったりとか、あとはサーモンアボカドだったらそっち食べたりとか、たまに炙りチーズなんちゃらとか、この4つでぐる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 ってか4皿とかしか食べないか。あんまり他ね食べたいって思うものないんですよね。スイカありがとうございます。でもサーモン、でもサーモンでいっぱい種類あるじゃないですか。それで楽しむのはありですね。トロサーモン頼んで次で、昔炙り苦手だったんですよ、今全然食べれるけど。こんばんは。あ、お肉系魚以外は食べないかな。なんかあるよね、カルビーみたいな、ハンバーグ持ってたりとか。食べないな。はじめまして、サイドは誰かが頼んだら食べるかな。一番回転寿司とかお寿司行くのはおばあちゃんとかが多いです。おばあちゃんと行くことが多いかな。あー、麺か、麺食べたことないかもしんない。でもいっぱいありますよね、麺、ラーメンとかもあるし、そういうおうどんもあると思うし、あとなんだろう、担々麺とか。締め決まってないですね。あ、でもデザートは結構頼むかも、絶対。なんだろう、おばあちゃんとかって時は、まあ、2個ぐらい頼んでそれをちょっとずつ食べるとか。ラーメンはね3つ食べたいみたいななることはなあ、あんまないですね。甘党なのであんまり塩辛いものにはそこまでって感じかな。お味噌汁は飲む、おばあちゃんがいつも飲みなって言って飲んでから、飲んでるから、薬
癖みたいな感じで飲む。アナゴは好きなんですけど、一回あんまりだって経験があってからはあんま頼まないかな。茶虫も好き。うん、肌ありがとうございます。こんばんは。食べ放題とか言ったりしないの？懐かしいな、食べ放題って。あんまり行かないね。昔は行ってた記憶はあるけど、最近何年かは行ってないですね。食べ放題って響きがなんか懐かしい。ハートありがとうございます。こんばんは。味噌汁の方が好き。こんばんは。ハートありがとうございます。皆さんお寿司食べたくなっちゃいますよね。そうだったんですか、今日の公演。でもまたあると思うので、きっとぜひその時また見に来てください。家族みんなで食事行ったりする？前は行ってましたね。結構行ってた気がする。家族で、まあ、ショッピングモール行ってその帰りに食べて帰るとか前はありましたね。最近はないけど。どうしても、でも家でみんなでご飯食べたりとか全然しますね。こんばんは。そんな頻繁には行かないし、今最近は全然行った記憶はないですね。どうもありがとうございます。こんばんは。泣いてる、めっちゃ泣いてる。まだ外明るいね。なんか変な感じ。コストコのお寿司って美味しいんですか？でもコストコって大量に入ってるけどめっちゃ美味しいよね。そんな食べたことないんだけどね。行ったこともないしコストコ。いや、さすがに家族全員揃って食べるスタイルではないかな。たまにかぶったなって感じだけど、一人で食べる、誰かと食べたいから待つ時もあります。こんばんは。私昔コストコとイケアがよく分かってなかったんですよ。イケアも楽しいですよね。イケア好きです。広くてなんかいっぱい物あって、イケアで家具買ったこともありますね。組み立てるの好きなんですよ私。こうネジをこうやったりとか組み立てるの好きだから、イケアって自分で組み立て全部やんなきゃいけないんですよね。それが売りの一つではあるらしいんですけど、だからイケアは好きです。組み立てるのも全然苦じゃない。誰か組み立てれない家具あったら全然やります。細かい作業も全然嫌いじゃないですね。一生それをやってるって言ったらちょっと違うんですけど、
たまに組み立てるとかそういうの好きです。あら、武器用そうと思ってたわ。マジですか。お母さんには器用だねって言われます。で、自分も細かい作業とか好きです。よくお母さんに頼まれるのは、ネックレスが絡まったりしたら取ってって言われますね。そういうのも全然普通にこう、なんだろう、解読するの好きなんですよ。ここで絡まってるからここ取れば取れるとかあるじゃないですか。そういうのを見る、考えるのも好きなので、こう見た時に、あ、ここの紐もここで絡まってるみたいな。アナンちゃんもショールームで似たようなテーブル組み立てたけど AB 型の特殊なの。そうなんだ。アナンちゃんももしかしたらそういうの好きなのかな。それかたまたま組み立てただけか。どっちだろう。あ、パズルも好きで昔買ってました。めっちゃチエノワはやったことないけど、こんばんは。確かにイケアは逆走しちゃいそうですよね。ちゃんと向きがなんか決まってるみたいで。うん、今日なんかいっぱい見てくれる予定だった方がいて、ちょいとあれですね、残念ですが、また見に来てください。わかんないけど、やれる予定があれば。オリンピックね、見てないな。見たかな、なんか見てないかも。この前めっちゃ見た日以来は見てないですね。なんで見てないんだ。ちょっといろいろしてたから見てないです。お、ウェビー型。でもショールーム入れて満足して、よかった、やってよかった。こんばんは。なんかなんでもないです。見ようとしたけどやめた。あ、台風来るの？もうそんな時期ですか。
フ。なんかまあ今行事ごとないけど、台風で行事ごとなくなったりとか昔はあったから、ね、明るいよね、まだ昼みたい。3つも来てるの？全然ニュース見てないのバレたじゃん全然見てないニュース、まじまじとは見てない。台風オーナーなんですけどね私。台風来るとワクワクする。でも全然全然、あーでも台風来たら学校休みとかあったな確か。まあでもなかなかないんですけどね、そんなこと。危ないからね、来ないのが一番です。3つはやばい。おはよう。名古屋に近づいてるんですか？近づいてる？こんばんは。あ、スイカありがとうございます。そう、台風なんですよ。なんかあのと、なんだろう、特別な行事みたいな楽しみにしてることあったら、だいたい台風が来ます。私の今日の隣さんは扇風機です。これより先に進まないのでちょっとここにいてもらいます。あ、1つだけ来てるんです。こんばんは。これちょっと電気つけよう、ライト、ちょっと部屋の電気つけますね。よいしょ。あ、めっちゃスイカ来てるめっちゃスイカ来てる、ありがとうございます。よいしょ。めっちゃスイカ来てた。よし、明るくなりましたね。逆にこっちが影になっちゃう。なんかさっきまでちょっと明るかったけど、だんだん暗くなってきちゃった。外、あら、ありがとうございます。黄色のスイカも出てきた。台風の、あー暑くならない、確かに。よいしょ。台風一過の一過ってそういう字なんだ。こんばんは。あの、家族、そう、家族、台風一過みたいな。台風一過は
台風一過はなんてどういう意味ですか、台風一過って。なんだっけ台風一過って、どういう意味だったっけ。台風一過はみたいに言いません。ああなるほどね、台風一過、あなるほどなるほど。私ニュース見ないでこう耳で聞いてるから、テレビはさ、あの私の家大体ついてるんですよ、見てなくても音をなんとなくね、日常の音として。でその時に台風一過っていう言葉を耳には入れてた気がするから、あの台風一過が、台風一過ってめっちゃ聞いたことあるフレーズで、台風なんか台風家族、こんばんは。確かに良くない、それは良くない一家ですね。あー MC で台風について、なるほどね。台風は危険なものだからね、本当に。ジャーナンチ知らないと思う。じゃあ今度ショールームかなんかあったら聞いてみてください。ミレさんは知ってるね、頭いいからね、絶対知ってるな、賢いもん。気をつけてくださいね皆さん、本当に危ないから。台風私もちゃんとあの調べますね。ミキちゃんは知ってるよ、頭いいから、知ってる知ってる。風には風ないですからね私たち。うわー転校する最後の日に台風が来るってなんて、みんな喜んでたのに自分はめっちゃ泣いてました。うわー普通の日だったらね喜べるけどさ、子供って子供って喜んじゃうじゃんそういうの。ああでも転校する最後の日は悲しいな。いくつの時かは分かんないけど、ちっちゃかったらね、みんなも分かんないよね。雷も大丈夫です、音とか心配にはめちゃめちゃなるけど、大丈夫かなってはなるけど、
音は大丈夫。試験さんこんばんは。こんばんは。強いんですか。知らない。何ですか、それは。例え？例えじゃない。ことわざ？あ、なるほどね。怖い順番、そういうことね。気をつけてください、湿気。でも私はもうその中に何個目かな、何個目の間かわかんないけど、もっともっと入るものがありそうですね。はい、お化けとかなんだろうと。お化けしか思いつかない。お化けとか、お化けとか、お化けとか。台風なのにウーバー頼もうとしてる。まあでもどうなんだろう、あれですよね、ウーバーの人、なんかウーバーの人って雨の日ほど稼げるみたいな聞いたことあるんですよね。なんかテレビでやってたのかな、雨の日は稼ぎ時みたいな。頼んだ方がウーバーさんも嬉しいかもですね。いるかわかんないけど、危ないか自転車も。あ、ジェットコースターも嫌だな。アマチュ得意なんだ、そういうの知らなかった。ジェットコースターとかも得意系ですね。こんばんは。私は全然大丈夫です。最近虫あんまりいない。今年はまだね、アリの大量発生は家で出てないので、
今のところ大丈夫って言ってもらうよ。一回見渡してみます。去年も出た気がする。アリ、なるべくアリが出なければ勝ちです。でまだ8月まだまだあるので、ね、ちょっと怖いですが、アリには勝ちたいと思います。逆に熱すぎるのかな。なるほどね。Gはもう出会ったので大丈夫です。今年というか1ヶ月前ぐらい、7月にもう出会いました。はい、家の中でファイト、ありがとうございます。こういるよね、夜になると動くよね。外でも見ました、この前。じはじめまして、試験さん。私の隣にいました。見つけて、まちょっといろいろあるんですよね。こんばんは。羽つき、わかんない。羽ってみんなついてるものかと思ってた。外でいるってやばい。本当にね、大量発生してる場所見つけちゃって、全然家の近くとかじゃないんですけど、もっと都会の方なんですけど。びっくりした。もう一生あそこ行かないって決めたくらい大量発生したの、夜に。びっくりした。レインボースターありがとうございます。アリは飼ってないです、さすがに。さすがに勝ってないな。ペット以外は飼ってない。犬以外は飼ってない。飼いたいペットはいっぱいいるんですけど。やっぱ都会ほどね、いるよね。わあ、やだ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 。私ネズミもね、ちょっとね、ネズミ会ったことないんですけど、多分なんか会ったことないけど、なんか会った記憶あるんですよね。バイト違うか、バイトだけ出てない。なんでだろう、夢かな、わかんないけど。ネズミは苦手ですね。なんかミッキーは好きなんですけど、ネズミはなんかこう素早い感じ。でもなんかネズミ見た覚えもあるんですよね。どこで見たんだろう。
なんだろう、忘れちゃったな。おお、この前チョコボール落ち、うー、チョコボールって結構ちっちゃくない？あの中に？どういう状況？トマトジェリーはめちゃめちゃ好きです。でもトマトジェリーも好き。いや、名前が忘れちゃったな。あの子が一番好きです。前も話した、おむつ履いてるネズミの子、いつも名前忘れちゃう。なんか、なんだったかな、忘れちゃった。こんばんは。ネズミはあんま見ないかな。家ではあんまり出るイメージはないかも。家の中で出ました、なんかそう、そういう飲み、なんだろう、居酒屋さんとか、うん、飲食店とかの厨房にいるみたいなの聞いたことあるぐらいかな。あ、タフィーかな、タフィー、かわいいタフィー、確かタフィーだった気がする。こんばんは。そこがありがたいところだよね。一般家庭はなかなか来ないけど、わかんない、来てるかもしれないけど。ヘビ、ヘビはないな。ヘビ見たこともないか。なんかヘビとかアマゾンとかにいるイメージしかないですね。外国のアマゾンに生息してるみたいな。ハムスターは可愛い。うん、白いヘビも縁起がいいらしい。そうなんだ。白蛇出てくれないかな。危ない危ない。蛇って言っても危ない蛇もいるから。ネズミのいるところに蛇がある。ペア、ペアなんですか。あ、全然ヘビ首に巻きたい。全然巻けます、私。い、なんか人生に一回も巻いてみたい。あー、餌？全然大丈夫。なんかあの、何、こう毒がなければ全然負ける。危険じゃなければ、噛まれなければ。なんか動物と触れ合うみたいなやつやってみたいな。
蛇の種類がよくわかんないけど、昆虫カフェとかありそうですね。ないのか。フクロウカフェとかそういうのある。ヤモリ好きです。ヤモリは神です。なんかヤバい人みたいな。それでも本当ヤモリってすごいんですよ。ああ、たまになんかフクロウカフェの前とかなんかの前に、確かにフクロウ持ってる人見たことあるかも。こうここにフクロウ持っててこっち見てるみたいな、わかるかも。昆虫類ちょっと苦手かも。苦手な方の方が多いかも。急に、いや、ヤモリ生誕地やばいな、なんでって思われちゃう。あ、アバター、本当だね。どこ行っちゃったんだ。もう提出したのでしばらくお待ちください。また確認してみます。うん、100万円の鳥、100万円高いな。新たにペット、でもペットショップ屋さん行ったらやっぱ犬見ちゃう。同じようなチワワ探しちゃうの。買わないけどね、買わないけど同じようなチワワを探しちゃう。かトイプー見てる。チワワかトイプー見てます。やっぱチワワ可愛いなって思っちゃう。もちろん他にも可愛いのいっぱいあるんですよ。そうそう、大きいのも好きだから、大きいの見て可愛いなと思うし、もうめっちゃちっちゃいの見て可愛いなと思うんだけど、やっぱね同じような犬見ちゃうんだよね。そう、黒白みたいな、ブラックターンみたいな好きですね。私は犬しか飼ったことないんで。パピオンも可愛いの、もう全部可愛いんですよ。ダックスフントも、何ポメラニアも全部可愛いんだけど、お疲れ様です。千葉犬も可愛いよね。チョコちゃんは柴犬が好きなんですよ。チョコ事情
そうだから犬の動画とか見るのもめっちゃ好き。そう、わかる。可愛かったら共有する、家族と。しげんさんこんばんは。ミックスも可愛い、ミックスも可愛い。でもなかなかミックスもいないけど。いやーもう噛まないね。うん、今は噛まない。昔は噛んでたかもしれないけど記憶がないので。現在パピヨンと鍋島がうちで寝てます。寝てるのも可愛いよね。こんばんは。でも猫も好きなんですよね。猫も可愛い。てか動物は基本なんで好きです。こんばんは。ブルドッグとパグの違い、ちょっと違うよね。なんて言ってないんだろう。言葉じゃ表せないけど写真見せられたら分かる。もう年々ね犬ってちょっと高くなってるんですよね。やっぱり需要もあるしね今。悲しいぜ。オリジナルアバターはもう少々お待ちください。ちょっと私もわからないんですよ。わかりません。動物園と水族館どっちが好き？水族館かな。水族館好きですね。一人暮らししてたペットか。一人暮らしもししてたとしても、か一人暮らしだったら買わないかな。一人じゃさすがに自信がないです。すぐね、犬はご飯をおねだりしますからね。食べたのに、食べた数分後におねだりしますか。展示されるな。どっちもどっちだな。どっちもどっちだな。あ、海遊館で見てました。あー、そうなんですね。いいですね、海遊館。行ったことない。こんばんは、しげんさん。浴衣？浴衣。なんだろう。着てみたい浴衣。
もう私ピンクとかばっかりしか着たことないです。逆に青とか。野生のクマめちゃめちゃ危険じゃないですか。サメ、ジンベエサメ。沖縄にしかいないやつですか。見たことないかも。わかんない。記憶がではない。よいしょ。あ、膝が映ってしまった。狭いですね、ここ。ここめちゃめちゃ狭いんですよ。琵琶湖って魚釣れるんですね。それ釣れるか。湖か。試験さん、こんばんは。やっぱ今もいるんですね、川外散歩してる方。最近見ないですけど、2年前ぐらいに見てっきり見てないです。あ、今サッカーやってるんですね。よし、じゃあ1時間くらい経ったので、今日の配信はこれぐらいにしようかなと思います。3位決定戦。え、めっちゃ大事じゃない3位決定戦って。3位か2位かですか。3位か4位か分かんない。全然ルール分かってない。あ、3か4か。めっちゃ大事じゃん。なんか大事じゃない。めっちゃ大事だね。いや、じゃあちょっと私分かんないけど、ルール全然。あー、大事だ。じゃ、皆さんありがとうございました。今日も見てくださって、またやりますね。じゃあランキング見ます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。めちゃ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 ゆるゆるだった気がする。めっちゃラフな感じでやっちゃったな。あ、そう、今日はブログの日なので、ブログ待っててください。で、皆さん、ちょっと短い間だったんですけど、ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。